屋台巡行の様子上越祭りは、新潟県上越市で、毎年7月下旬に行われる夏祭り。7日間にわたり、前半は高田地区、後半は直越地区に、メイン会場を移して開催される。特に、直越地区では、直越祇園祭と呼ばれ、19町内の屋台が4日間、練り歩き、最終日に、八坂神社に米瓦を奉納する、5000枚奉納で幕を閉じる。 三行町によるみこし館業毎年7月23日、直越の八坂神社にて、発つ祭が行われ、みこしに御神体が移され、陸路で、高田北本町のダラに八幡宮へと移され、上越祭りの幕が開ける。みこしは24日に宮入りしその後高田城下を、とぎ26日に、稲田より関川を船で降り、直越で屋台と花火に迎えられ、天皇町のお旅所で一夜を過ごす。 その後各町内を回った後、28日に三行町によって八坂神社に還業される。26日に神輿を迎えた各屋台は、翌日より3日間分、へ太鼓で祇園林を奏でながら、直越中を回る。29日の夜、屋台が八坂神社に集まり、五国豊穣を願い、五千枚を奉納し、フィナーレとなる。 五千枚奉納の様子直江津祇園祭としての歴史は古く平安時代中頃より始まったとされる。江戸時代に松平忠輝公が福島城を排城し高田城へ移る際、直江津中の自社仏閣が高田城下へ移される中、八坂神社だけは忠輝公にお願いして直江津に残されたと言われ、その代わりに、 祇園祭りの際は、おみこしを高玉で出張させるようになったと伝えられる。屋台が登場したのは、江戸時代と言われているが、現在のような引っ張る形になったのがいつ頃かは、不明である。昭和初期から中期にかけては、直越の人口も前世紀であり、全部で三十数台の屋台があったとされる。現在は、全十九町内の屋台が巡行する。1971年に、 高田市と直江津市が合併して上越市になった際、上越祭りとして名称を改め現在に至る。近年まで23日に高田地区でも花火大会が行われたが、現在は直江津地区でのみ行われている。また、高田地区で行われるお祭りを高田祇園、直江津地区でのものを直江津祇園と呼ぶ。2017年3月には直江津、 高田祇園祭りのお旅所行事と屋台巡行として、新潟県の無形民族文化財に指定されている。直江津屋坂神社、直江津屋坂神社のご祭神は、須佐のお命であり、祇園祭中はご神予に召される。須佐のお命のお日である、大市姫命が、農耕、食料の神様であり、史上の守護神として信仰されていることから、大市姫命の嫉妬を恐れ、 上越祭りのおみこしに関して、女性の参加は基本的に禁止されている。上越祭りの日程は以下の通りである。五千枚奉納を待つ屋台、直越の屋台は、高田より船で運ばれてくるおみこしを迎えることから、船型が多いのが特徴である。本町、横町の屋台には、船の先導役として猿田彦命の像が載せられている。ありがとうございます。